はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説2シークレットオブマナー、続きをやっていきたいと思います。次は月の神殿ですね。クラミーで飛んでいきましょう。無知装備してんのか。まあいいか、戦闘になったら帰れば。近いは近いよね、月の神殿。こっちだってもうザコッパ。あ、でも剣持ってる。それなりに、それなりか。でも宝箱はなんかいいや。え何これ、戦艦があるんだけど。ポロンがいるよ。いらっしゃい、カロンの渡し船へようこそ。月の神殿まで行くよ。カロンの渡し船ってさ、サンズの川じゃないの。神殿の中は無限に続く宇宙、迷って泣いても知らないよ。揺れると危ないからじっと乗ってるんだよ。動けん、待ってればいいのか。ここで待っててやるよ。無事に戻れたらの話だけどね。なんで設定がわかんねえんだけど、なんなのこれいきなり戦艦が出てきてさ、なんか宇宙にさ放り込まれてさ、てか息とかできるの、酸素あんの。見た感じ地球上だったからね。あ、でもこの戦艦で宇宙に来たのか。アブソール、アブソールってマジックパー奪うやつ。結構タフだな。これさ、ポポイとかに来たらヤバくねえ。何こいつ、めんどくせえ。2個先に。あー、なるほどね。いた痛くはないけど。あー、こうやって続いてるの。これ多分同じとこだよね。あー、そうだね。ってことはまず左に行こう。どうすればいいんだ。あ、あった。えっ、プリムのプリムのマジックパワーが減っている。ディテクトして、ウィル・オー・ウィスプ。ってことはまたあれか、プリムか。ウィル・オー・ウィスプ、ホーリーセーバーじゃないでしょ。セイントビームか。ハッチも使うの。ティンクルバリアだって違うもんね。照らして、ウィル・オー・ウィスプ、セイントビーム。ハッチの価値があるかどうかだよね。2の4回分でしょ。そんだけ強いの。最低でも4倍強くないとさ、割に合わないからね。まあ2の魔法がないんだけど。えもう着いたの？ボスとかいなくね？え、マジで？ようこそ。私は月の精霊、ルナ。ずっとあなた方が来るのを待っていました。これさ、ルナさ、よく見るとさ、なんかちょっと気持ち悪いよね。こうなんか木の幹みたいなのとこう顔だけニョキって出てるんでしょ。実際に見たら多分気持ち悪いよね。私も力を貸しましょう。世界から急速にマナが失われつつあります。急ぎましょう。ルナの力を得たと。本当に？ムーンセーバー、ラッシュ、エナジーボール。ここら辺あれかな、攻撃力が上がるとか。ポポイの方はボディチェンジ、アブソーブ、ルナティック。いや、使わないな、これは。使わんわ。共鳴させよう。
俺の聖剣マジいつ強くなるんだこれ超弱いぞ。共鳴はしてるけど聖剣の力自体は超弱い。これで終わり？え、マジで？ちょ、めんどくさいんだってこのアブソープが。あっさりしすぎだろう。え、もう帰っていいの？おや、もう帰るのかい？せっかちだね。そう思うよね。俺もそう思うよ。でも共鳴したし、ルナも手に入れたし。また多分もう二度と来ないと思うよ。結構広大なさ話になりそうな感じだったけどさ、宇宙がどうたらこうたらみたいな、大したことなかったね。月の神殿ってさ歩いてこれんの？地形的にはさこっちの方だよね。あ、一旦下には出れるか。左の方がね、こっから王国っぽいんだよね、地図的に。まあ普通の砂漠が続いてるね。あ、いけそうだな。あ、なんかカッカラ王国に着いたっぽい。全然歩いていけたわ。じゃあちょっと寝ますか。マジックパーも減ってるし。一泊50ルクですが、泊まるとさ例によってあれが発生するんだよね、会話イベントが。いやー、四季の森ってとっても面白いところだったな。今さら四季の森の話だろ。そりゃおいらが食いしん坊になるのも無理はないって話だよ。食いしん坊なのは認めるけど、四季の森のせいってどういうこと？なんか話聞いてるだけでよだれが出てきちゃった。そうだろそうだろ。ふう、今はそれどころじゃないと思うんだけど。はい、そうでした。で、また賢者ジャッハのところへ戻ればいいのかな。完全にさお使い系のイベントだよねこれ。今回に関してはさボスすらいなかったからね。よし、じゃあまたフラミを呼び出すか。こいつも大変だな、しょっちゅう呼び出されて。ああ、あそこの山か。結局そのまま無知装備してるし。よし行こう。で、賢者様はいるかな？いない。タスマニカ共和国に出かけてるんだな。空飛ぶ絨毯でカットビー。え、共和国？ここからちょっと西に行った海沿いのお城だな。え、賢者は何しに行ってんの？一回も出会ってないけどさ。共和国は一回行ったね。すぐフラミンに乗ったけど。それ
200。あ、倒した。これって経験値手に入ってんのかな。宝箱が置かれている。タスマニカ、あ、ここだっけ。近いね。ここのさ、この地形何のためにあるの。外出れなくね、この城。ここはタスマニカ共和国ペムリアンのお城だ。おジェマがいる。ずいぶんたくましくなったな。皆も見違えるほどだよ。どうしたの？帝国の放ったスパイが城に潜入した。今手分けして探しているところだ。王の命を狙っているらしい。お前も気をつけろ。スパイか。スパイはもう疑われた時点でスパイとして失格だからね。スパイはどこだ？まあ、城の中を探索しますか。相変わらず複雑な作りをしてるよな、城の地形が。スパイはどこだ。こいつは探す気ねえだろ。こんなところでさ、スパイはどこだとか言ってるけど。なんかどこ行ってんだ俺、全然わからん。なんか出てきたね。スパイはどこだ。こいつ突っ立ってるだけでしょ。なんか武器パワーないかね。剣のパワーがマジで欲しいんだけど。ほんと聖剣役立たずだからな今んとこ。こっちが王の間かな、なんかそんな感じがするけど。おお、王様が。これこの段差なんなの。これ絶対こけるよね普通に。なんだお前らは。さてはスパイだな。スパイだ、助けてくれ。なんだこの王様。おとなしくしろ。王の命を狙う不届き者。何をしておる。さっさと殺してしまえ。あ、これでなんだっけ、聖剣の勇者も一緒に殺せる、一石二鳥だみたいな、そんな流れっぽくね。待て、貴様王ではないな。ほら見ろ、影がないぞ。影なんてさ、みんな泣くねそもそも。さすがジェム、王に乗り移り帝国に全面降伏してやろうとした。しかも白状すんの早えな。バレてしまっては仕方ない。それジェマたちに何をした。今頃城の入り口あたりをうろうろしてるだ。この隙に王を消してくれる。させるか。え、どういうこと。レベル6とか。この忍者、この忍者を倒す王様なんなの。今日はえ、何王様話すのね。わしは一体な、何があったんじゃ。なんと、そんなことが。危ないところであった。ジェマから子供が聖剣を抜いたと聞いて、ずいぶん心配したが、お主らなら、あるいは。そうじゃ、わしからこれを授けよう。お、剣のパワー、アップした。いや、アップしたけどさ、一回だけだったらマジいらないぞ。そんなことが、ジェマから。マジで1回だけだったらちょっとまだ使い物なんないよね。みんな腕を上げたな。だがランディ、安心するのはまだ早いぞ。腕だけでは勇者とは呼べん。大事なのは
真の勇気を身につけることが分かるな。帝国も共和国王を直接狙うなど動き始めた。マナの要塞の復活は近いぞ。私はすぐに旅立ち、各地で帝国の動きを封じなければならない。お前たちも急ぎなさい。一刻も早く賢者ジャッハに会い、本当の勇気を身につけるんだ。しっかりな。ジェマも大変だね。いろんなところに旅立って旅費とかさ、王様が出してくれるのかな、経費として。ジェマは世界の、これ兵士いっぱいいるねで、外に出るか。こいつなんだ。帝国が攻めてきても、このお城はちょっとやそっとじゃ落ちないぞ。これあれだ、城しかないの、城下町みたいなのないのかな。この城でも、ここが一番賑やかなところよ。え、ここがこんなところが。あ、なんかいる。買えるかな。バトルスーツ買ってないけどさ、バトルスーツ以上のものが売ってんのかな。売ってなさそうバトルスーツしか売ってないわ。到達メールが当たって1万4000円、そう、まあ、1万5000円だとしても倍だからね。だったらもう一気にバトルスーツ買っちゃいたいよ。ワッツはいないのかな、まあ、一応せっかく剣のパワーが上がったから鍛えたいけど。街はなさそうだね。じゃあこいつがここにいるってことは、この城めちゃくちゃ不便だよね。どうやって外に出んの、みんな。もう俺はさ、フラミーに乗ってくけどさ。おちびちゃんだ、お前の方がおちびちゃんかさ珊瑚礁の海底に伝説の古代大陸が沈んでいる。帝国の狙いは大陸を浮上させることにあるらしい。各地の神殿の獅子がその封印になっておる。意外に一般人にも知られてるよね、そういうの。え、だってここが城でしょ、城のその門みたいなところでしょ。いやいやいや、こんなところにさ、こんなくぼみ作ってもさ、みんなどうやって出入りしてんだろうな。謎すぎるな。それこれさ、風の太鼓鳴らすときスーファミ版だとさ、あのちゃんとポコ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 ってSE ならなかったっけ。でまたジャッハさんのところに行く。今ここら辺のイベント何だったんだろうな。あんまり意味なかった気がするんだけどな。作りが適当になってんね。よし、じゃあ次は。まだいない。ほら、またいないの。賢者ジャッハ様は山の賢者の洞窟にいるんだな。血を這う足で人歩き。え、山の賢者の洞窟ってどこ。おれ、こちらにいらっしゃるじいさんがかの大賢者ジャッハ様なんだな。わしはその弟子のジーコ、よろしくなんだな。え、いや、ここにいるってこと、そういうこと。何言ってんだこいつ。ジャッハ様は古代の言葉を話されるんだな。通訳すると、この先に勇者のための試練の回廊があるんだな。で、一番奥にいるやつに見事打ち勝てれば本当の勇気を身につけられるんだと。結局力じゃねえか試してみろいいね、なんか事故。はいはい、それでは気をつけて、いってらっしゃい。まあ、剣鍛えてないけどいいよね、別に鍛えたところで他の武器の攻撃力に届かないから。真の勇気とか言ってるけど結局はさ、力じゃん。なんこいつ、めんどくさ。サンダーボート、スリープフラワー勝ちだよ。ちょっと寝てるんで待ってください。これ好き。あ、斧じゃないとダメだ。
こういう洞窟っぽいところはすごいのが、あ、はぐれメタル、はぐれメタルじゃないんだけどさ、多分闇のスライムだな。あれパンプキンボムみたいなの倒せなかった。またアブソーブ使ってくるやついいんじゃん。マジめんどくさいんだよ。しかもカウンターマジック一歩俺の方が早かったけど、あれなんか生まれ出てきた。いやアブソーブ使ってきた。もうめんどくさい、こいつマジめんどくさい。すげえマジックパー奪われた。もう仕方だな。いや一気にゼロになったわ。どっち気止まり、こいつら引っかかってるし。魔法のくるみを使うのもアホらしいしね。ラビがいるんだよ。これ普通のラビ違うっしょ。げ普通のラビっぽくね。アブソーブは本当にめんどくさいわ。しかもめっちゃ連発してくるからね。で武器を切り替えながら、うほほ、まあ、俺に使われる分にはいいんだけどさ、何も減らないから。あそうすげえ食らったな。これ超はぐれメタルに見える。倒したいけど倒す価値はないからな。強引に進んでいこう。強引に進んでってるってことはさ、レベルが上がってないってことだからね。自分たちの大丈夫かな。いやでもアブソーブマジでめんどくさいから。あいつか、宝箱はないね。もうちょっと本当に剣が欲しいんですけど。剣が、あ、なんだ。いやいやなんだな、そいつらに勝てたら合格なんだな。頑張るよろしい。めっちゃウキウキしてるよあいつら。まあ偽物と戦えと、そういうことね。まずは回復しとこう。あれボスの音楽にならないよ。そういうもんなの。魔法でいくか。じゃあここいか。ブーメランそっち初期装備をやってるってこと。すげえ長くね。あブーメランあんな飛んだっけ。飛んでないよね。サンダーボルトを打ちつつ、シャドウ X1、ランディしか効かない。とりあえずじゃあランディを先に倒そう。魔法が効くから弱点とかあんのかな。多分プリムとポポイは魔法防御力が高いんだな。一応シャドウ X2、 マジかゼロだよ。経験値ゼロとかひどくない。光の力に、あ、シャドウだからってこと。セイントビーム使う。一応確実にこいつは弱点だからね。倒した。1位じゃねえかよ。あれ倒した。攻撃するのが一番いいね。すぐ倒せるでしょう。オッケー。え、それで帰ればいいの。なんか言ってよ。わかんないんだけど。あ、もう帰ってきた。ついに自分たちに勝ったよ。あれジャッハ様は。よくやった。三人が心を合わせなければこれからの道は険しかろう。聖剣の極意は勇気、知恵、愛が一つになったとき、おのずと力を発揮するであろう。私が本物のジャッハ。あのじいさんは
ただの幻影だったのだ。まあそんな感じはしてたよね。だったらもっと早く助けてくれればいいのに。だが以前のお前たちでは決して自分自身に打ち勝てなかった。そんなことはないと思うよ。弱かったもんあいつら。私の言葉も言葉としてしか受け止めず、本質を理解することはできなかった。お前たち自身の成長を待ち、勇者としての自覚が生まれるまで待て。あ、よくな。ワンドール皇帝はついに海底の大陸を浮上させようとしている。マナの要塞が眠る大陸や三号礁の小島にある、火のマナ神殿の下にある。邪悪なものによって破られたようだ。急げ、時間がないぞ。はーいみたいなことやってるけどさ、何なの。回復してくれたのね。剣のパワーくれよ。そんなことより、いや祈ってるとかじゃなくてさ、剣のパワーくれよ。聖剣のパワーが少ないんだよ今。ここはめんどくさいからまたフラミーで。ちょっと一回町に行って剣のパワー上げましょう。一応いやこれさ武器パワー取り逃すと痛いよね。ここかマンダーラ。剣だけ開けられんの。待ってた。あ、アックスが開けられる。ハルバードも開けられる。意外に開けられたな。弓矢も開けられんじゃねえかい。全然やってなかったわ。草薙の剣4とかだかんね。オリハルコンの剣名前はかっこいいけどさ弱いよね。どう考えても弱いでしょう。ウェアバスターが今85、67とか。オリハルコンのくせに。いや見た目とかはねわりかしかっこいいけど使う気にはなれないな。もうそのままいっちゃいましょう。全開してるんで。どこだ、サンゴ礁がどうたらこうたらって言ってたよね。僕は関係ないもんね。こういうところ、これなんだ。あ、モナの神殿。え、何、いきなりモナの神殿。しかもこっち広いし。しかし何にもないか。うお、マジか、いけねえ。逆側にいけねえ。めんどくさー。ひどい。勝手に動いてる。おお。そろそろ来る頃だと思った。だが邪魔はさせん。こいつらさ、影薄いよね。世界中の神殿の封印を解けば。かつて海に沈んだという古代の大陸が浮上する。すでに世界中の神殿の封印は解いた。ここで最後だ。そしてマナの要塞が蘇る。君たちに見せられないのが残念だ。さてどちらが行くかね。陛下、私にお任せください。陛下は先にアウナッハと祭壇へ。タスマニカ共和国がよくも邪魔をしてくれたな。あの時のダークストーカー、めっちゃ弱かったよあのダークストーカー。だが変身した私の敵ではない。
見よ、私の本当の力を。ダッサ魔界の力を得た我ら、子供の時が倒せるわけがない。いや、ダサすぎでしょ。なんだって、では、皇帝も。当たり前だろ。世界を手中に収めるため、魔界と契約し、力を授かった。魔界と契約ってどうやって契約するんだろうね。そして人間どもが我々に逆らえないよう、マナの要塞を復活させるのだ。お前らはここで眠れ。まあ、絶対倒せるっていう自信があるからさ、ベラ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 喋ったんだろうけどさ、ほんとこいつら無能だよな。メガゾン、名前だけはなんか一丁前だよね。なんか喋ってきたし、あー弱点は特にないか。耐性とかがうわー強いは強いね。まあ、安定してファイアボールでいく。280か。カウンターマジックを使ってくるのね。なるほど。ということはちょっとルナの出番だな。増強しよう。エナジーボール、レベル0だからな、すぐ溶けそう。クイックも使おう。全員に使うとね、あれ使えない、自分に使えないんだけど。あ、スリープフラワーされてるから。助けろ。あれどうなった。なんかさ、補助魔法かけてる間にさ倒しちゃうよね。もともとのダークストーカーがマジクソみたいだったからな。槍。そんなバカな。どっからなんで喋れんの。どっから声出してんの。完全に爆散したよね。こっちは行き止まり。しかもなんかもう装備変えるのめんどくさくてさ、そのまま斧で戦ったからね。あれ？もういなくなってるよ。封印が解かれてしまっている。間に合うか。一応共鳴するってこと？ダメだ。共鳴しない。危険よ。早く逃げて。え、誰？あ、こいつか。私は木の精霊トリアード。とうとう世界中の種子の封印が解かれてしまいました。間もなくこの神殿の地下に眠る大陸が浮上します。すぐにこの島を離れてください。君はどうするの。私はこの神殿を守ることができませんでした。ここに残ります。バカ、残ってもしょうがないだろ。来いよ、そしてマナを守ろうよ。でも私なんかに何ができるでしょうか。私は使える魔法も少ないし、ダナトスという男にマナの魔法を封印されてしまいました。きっとお役に立てません。気にしないで。さあ行こう。さあ早く。こんな私にありがとう。頑張ってみます。ドリアード、そう、マナは使えないんだよね。やばい、風潮が始まった。フラミンで脱出だ。どこでも来てくれんなこいつ。こいつが一番有能だろう。さすが神獣といったところか。あれ、いける。マナの神殿。まあ降り立つか。あれ、なんでさ、チマがさ、敵と一緒に歩いてんの。とりあえずぶっ倒そう。何してんのこいつ本当に。ランディ、来たか。どう
うとう要塞の眠る海底大陸が浮上した。今この大陸には帝国より先に要塞を抑えるため共和国からも軍隊が駆けつけた。この大神殿の地下に古代の町があるのだ。そこを通らねば中には入れそうにない。帝国皇帝ヴァンドールは魔界と関係を持っていたようだ。すでに地下も魔物でいっぱいだ。いや君一緒に歩いてたよね。そこの魔物と政権はまだ不完全なようだが、皇帝を阻むためにはその力が必要になるだ。我々がここで帝国からの援軍を防ぐ。お前たちは先に入った兵士らの後を追え。援軍を防ぐってさ、何もしてないよなこいつ本当に。ああそれまたハグレミタルがいる。いやハグレミタルじゃないんだけどさ、って政権の力マジ弱いんだけど、どうすればいい。絶対どっかでこれ取り損ねてるよね。こっちの方まで来てるけどさ、これラビ、いや完全の普通のラビだな。あなんだこれ、どん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 変わっていくな。ダックジェネラル毒だよマジ。ミスりすぎなんだけど、何なのこれ。毒って何の武器だ。ブーメランかな。こっち攻撃してこねえし、しかもじゃあ当たん、なんで俺のさ斧が当たんないの、超謎なんだけど。えサンダーフルート打っとこう。121か。ちょっと魔法もうちょっと鍛えた方がいいかね、裏方で。あっ何なのこの、当たった斧のレベル1か。そういえばチェップをカウンターマジック使われた。ロイヤルゼリー結構強いな。バトルスーツはちょっと買い揃えておきたいね、金貯めて。ってことはあれだな、武器パワーをちょっと調べて聖剣をもうちょっと強化して、でなんだっけ、バトルスーツも買ってこの神殿に突入していこう。で、あと魔法もね少しレベルを上げてからちょっと下準備をして次回をやっていきたいと思いますので、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。こいつがダックジェネラル生んでくるのか、まあ、戦闘で中ですけれども、最後までご視聴ありがとうございました。今日はここで終了したいと思いますので、次回は新年突入からですね、やっていきたいと思います。